拍車が高く言うまでもなく、この雰囲気です。ここにいるサラブレッドたちはいずれゲートが開くのを待っています。皆さん乗ってて気持ちよくゲートを開かせてください。お願いします。昨年9月29日、天龍源一郎選手の故郷福井でプレハタゲを行って熱戦の火蓋を切った SWS。 あれから1年、 SWS がまた福井に戻ってきました。ご機嫌いかがでしょうか。水野亮です。お隣には解説の菊池隆さんです。こんにちは。SWS が1年というですね、経過歴史を重ねてきました。どういう歴史でしょうね。まあ、ここ1年いろいろありました。試行錯誤を繰り返してきましたけど、まあ、天竜対戦がスタートして、で WWF との提携で外人レースが長く充実してきたと。去年のまあプレハタゲ戦は日本人選手だけだったんですけど、今年はまあ丸1年目でグレードアップした試合をやってくれるでしょうし、天竜の新体制とスタートとしてふさわしい日になってくれると思います。復活流言法の新たなるスタート、そしてまた SWSWWF が認定いたしましたジュニアヘビー級争奪戦など、今日も見どころ多い試合がたくさんマッチメイクされています。 JSB が送るマニアのためのプロレス中継、リターントゥ福井、期限1年福井大会です。よくこれだけその筋肉美が美しい体をパンプアップあるいはビルトアップされた体と表現しますけれども、いやその息を超越している体ですね、これはね。本当ですね。まあ、さっき冬木が控え室で言ってましたけど、はい、まあ、筋肉のばけみたいなというようなそんな表現だったんですけどね、うん、確かにこれ大変なパワーですよね。うん、
まあ、よく菊池さんが形容されますが、これだけその筋肉がついていると動きが鈍くなるんじゃなくて、逆にその肉の鎧をつけているというね、表現がよく菊池さんされますけれども、打たれ強くはなりますね、はい、ただあの筋肉のつけ方によって柔らかさが失われる場合があります。いや今場内の方からあれだけその力で筋肉でその盛り返していった、このポージングにものすごい拍手が湧いているという、そうかそうかという自分で首を縦に振って納得しているデイビーボーイスミス。いやちょっと攻めあぐんでいるサムソン雰囲気であります、まあ、菊池さんの方からもありました、はい、これ一番苦手とする選手というね、そうですね、サムソンのコメントがありますが、はいはい、単なるパワーファイターじゃなくて飛べますしね、技もありますし、ただもう雰囲気がさっき言ってましたようにチャンスがあるとすればこの硬い体をどう丸め込むかということでしょうね、はい、まあ、特にパワーでいったらやっぱりちょっとパワーでかななんですからね、場内に対して拍手のコール、いわゆる8ビートを拍手で刻めという、そういったボディアクションを示したスミスに対して蹴りを見舞っていったサムソン・フィユキ。まあ、どうなんですか、菊池さんの方からまあお話がありました、その丸め込むようなプロレスができればサムソンの活路というか、いわゆる勝機が見出せるという話がありましたが、はいはい、もっと分かりやすく言いますとどうなんでしょうかね、これは、まあ、いわゆる返し技ですね、はい、相手の力を利用してくるりと丸め込む、例えば首固めとか、はい、ああいった返し技ですね、ははは、いわゆるまあ直線的に力でそのぶつかっていくには、はい、あまりにもデイビーボーイスミスにはこれだけの体ですから、はいはい、危険が伴うということなんですね、はい、例えば強引にあのボディスラムに来ようとするところをくるっと丸め込むとか、はい、そういったケースですよね。まあそれはやはり自分が一番そのサムソン・フィユキにとっては一番苦手な選手だけに、はい、自分もそういうことは当然体であるいは頭の中で青写真は描いていることと思うんですが、はいはい、なかなかそう思うようにレスリングというのは運ばないんですよね。そうですよね、まして相手のある格闘技ですからね、自分の思う通りに相手が動いてくればこれは勝つのは当たり前ですからね、お互いに自分のペースに引きずり込もうというのが戦いですから。まあ、それにしてもこのトータル的なあのいわゆるカリビアンな髪型、そしてそれと打って変わってビルトアップされた上半身、はい、デイビーボーイスミスは本当まあ来日ごとにいろんな話題を投げかけてくれる選手ではあるんですが、まあ、あの NWA でも活躍してましたしカルガリーでも主役取ってましたけど、はい、やはり本人はこの WWE のカラーが好きなんですね、こういうコスチュームが似合いますやっぱり。そうですよね、あのキッドと別れてもシングルプレイヤーになっても WWF でやりたいという、やはりこのカラーが合ってますよね。いやーサムソン・フィユキ、ご覧のようにリフトアップしている、まあリフトアップしているデイビーボーイスミス、場内から大きなどよめきと歓声が生まれています。まあ福井のお客さんもそのデイビーボーイスミスの写真は何らかの形で情報は入手されていると思いますが、はいはい、実際生で見てこれだけのものすごい肉弾がリング上6メートル40センチの四方に登場するとやはり、はい、これだけの長い体育時間のすごい長いですね、すごいですよ、ものすごい長い、頭の血が下がっちゃいますよこれ。このまま後方に投げ込んでいくのか、ブレンバスターをそのまま、いやそのまま打ち込んでいった、ひょっとしたら日本新記録ですね。これぞ長い耐久時間のデイビーボーイスペシャルブレンバスター。何食わぬ顔しているデイビーボーイスミス、サムソン抑え込みの体勢カウント。いやサムソンはこれは苦しい戦いを強いられてますね、菊さんね、ましてあそこで完全にもう自分の攻撃のタイミングずらされてますからね、もう15秒あるいは20秒と言わんや、はい、長い時間本当に頭に血が昇るかというような滞空時間ですね、ブレンバースターを打った後。いや僕も30年プロレス見てますけど、こんな滞空時間の長いあの初めて見ましたね。まあこれは受けるサムソンにとってもダメージが大きいし、はいはいはい、見ているお客様に対してのアピールもこれはものすごいものがありますよね。まあサムソンとして見れば完全に自分のペースを奪うチャンスを失われたわけでしょう。はい、サムソンの表情がこのように映っているわけでありますが、いや、やはりまあ体力の消耗こそまだまだないものの、やはり苦しさというか精神的な苦しさ、はい、ロメロスペシャルにこのままちょっと不敵な笑いを浮かべて、まだまだスミスは余裕たっぷりありますからね。3つ目で反応をつけてロメロスペシャル、ビルトアップされた上半身、そして決して小さくないサムソン雰囲気の上半身なんですが、ご覧のように今日は小さく見えるロメスペシャル、危ないぞサムソン雰囲気。
冬木危ない、このままの状態でもがいているサムソン冬木。いや、こうなってくると菊池さん、はい、スミスの独壇場ですよね。そうそう、今のロメオスペシャルだとほとんどジュニア響きの選手しか使えない技ですけどね、これだけの響きが使うんですからね。サムソンの体って軽くないですよ、まあ、そうですよね、これを軽くあれだけ持ち上げて足の力で持ち上げちゃうんですからね。サムソン苦悶の表情、リング上からはご覧のようにもう一回観客に対してのアピール、8ビートを手拍子でクラップで刻め、クラップオブ8ビートという感じなんでしょうか。いや、まさに WWF の選手は会場に詰めかけたお客様を自分の味方にしてしまう、まさにエンターテインメントであります。セコンドについている北原がちょっとレフリーに対してのアピールを施している。ゆっくりと右手で来い来いという手招き。サムソン冬木エプロンサイドからゆっくりと相手の動きを睨んで、この放送席の前からエプロンサイドセカンドロープを掴んで、まあ、サムソンもやはり菊池さんのご指摘のようにですね、はい、デイビー・スミスはやはりどうなんでしょうね、まあ、この放送席にダイレクト、放送席にダイレクト打ち込んでいった。いやー、菊池さん、菊池さんと私との本当ちょうど正面ですね、サムソン雰囲気がスミスを打ち連れていったんですが、サムソンがチャンスを掴むために場外なんてさっきから狙ってましたからね。なるほどね。まあ、そういう意味では私どももね、まあ、菊さんの方は当然もう三十数年という歴史がありますから、その辺はやっぱりレスリング、レスラーの目線の動きでわかるんですね。いや、でもまさかこういう真正面に投げ込まれるとは思ってなかったですよ。いや、私どもも数多くこの SWS の実況を担当しておりますが、まあ、まさにこの実況で培われた逃げ上手というところなんでしょうが、まあ、逃げ足だけは早くしておきましょう。はい、さあ、その第6試合、ちょっときな臭い雰囲気になってきました。サムソン冬木対デイビーボーイスミス、まあ、しかし私どもはその被害者になりはするものの、ああいうふうにちょこちょこっとサムソン冬木も場外にですね、はい、行ってデイビーボーイスミスのいわゆるなんていうのか勝機、あのいわゆる勝ち気をちょっとそらしていくっていうのも、ペースを外さないとやっぱり自分の勝機見出せないですからね。そうですよね。ただあのスミスは完全に超満員のお客さん自分の味方につけてしまいましたからね、冬木としてはやりにくいですよ。まあ、一つ一つの投げ技、あるいは飛び技、そして力技のスイッチングはデイビー・ボーイ・スミスはですね、やはり大型レスラーへの転向を果たしているだけに動きが遅いんですが、このパイルドラママと測っていましたが、10秒近くの、あー、カウントダウン、危ない危ない、サムソン雰囲気カウント2でかろうして返していった。いやー、今のはどうなんでしょうかね、ドリルホール、パイルドライバー、ドリルホールパイルドライバーですね、そうですね、はい、スミスはまだまだいろんな技持ってますからね。いやー、私どもはそういったスミスのですね、引き出しから飛び出してくるいろんな技を見たいんですが、まあ、それを受けるサムソン雰囲気はこれはもう大変なことになります。一つ一つが大技で破壊力が強い、ニールキックを見舞っていく、そして飛び込んでいってそのままもつれて場外、場外にも連れ込んでいったサムソン・フィーキが果たしてリング内からどうする、セカンドロープからトップロープに、トップロープに仁王立ちサムソン・フィーキ、そのままスミスに突っ込んでいった、顔面に突っ込んでいったサムソン・フィーキ、デイビー・ボーイ・スミスがちょうど目頭顔面を押さえている。どうですか菊さん、今のは、まあ、スミスとしては大きなダメージを上げてないですね。はい、これはもうある意味でどうなんでしょう菊ちゃん、サムソン雰囲気は捨て身技と言ってもいいかもしれませんね。まあ、これも一つのロープを挟んでの捨て身技に転換できるのか、サムソン力で逆に今度はデイビーボーイスミスが返していく、くるっとパンツを握って後方バックの取り合い、くるっとサムソン雰囲気も返していった、押さえ込める体勢、カウントは、いや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 、ああいう形で丸め込むしか勝機ないです、今のでもう本当は勝負決めたかったんでしょうね。なるほど、ニュートラルコーナーからラリアットをかわした、もう一回今度は両足で蹴りを見舞っていった、ゆっくりと今度はもう一回ニュートラルコーナー、ダウンロープからセカンドロープ、そしてトップロープ、しかしいち早くスミスが待ち込んでいる、いやースミックスコア、それをそのままそのまま
どうするんでしょうか。オクラホマスタンピートですか。そうですね、オクラホマスタンピート、カウント3。いや、オクラホマスタンピート、あるいはパワースラムに変えて投げを打っていくのかというところだったんですが、ご覧のように一つ二つ首を縦に振ってうなずいているデイビーボーイスミス、右手を高々と45度に打ち上げていくデイビーボーイスミス。今日の第6試合10分49秒、タイ固めでデイビーボーイスミスがサムソン・フィーキを破った一戦であります。SWS WWF ジュニアヘビー級争奪戦20分一本勝負、今日の第4試合、大谷健一対北原辰巳の一戦であります。ゴングを聞いてご覧のように両者が左回りに回って首をロックしていくのは、ひげを蓄えている大谷健一、ショルダータックル、ものすごい気合、それをご覧のようにバネで返していく北原辰巳、注目の男。ゆっくりとしたポーズを取りながら左回りにキャンバスの中央、ちょっと緊張気味なんでしょうか。大谷健一ローキックを見舞っていく北原辰巳。 SWS WWF 両団体が認定するジュニアヘビーの争奪戦、そのまま第1試合と言っていいでしょう。大谷健一と北原辰巳の一戦であります。岸さん、はい、まあ、私どもファンもですね、はい、そしてまた当人レスラーにとっても待ちに待った冠、はい、SWS と WWF ジュニアヘビーの争奪戦、はいはい、これが誕生いたしましたね、はいはい。まあ、あの SWS からリクエストされたのは5人ですけど、はい、全員が20歳代ですよね、はい。まあ、あのこういう若連中にはものすごい励みになる企画だと思います、うん。あの僕やなんか特にあの太一の色まで変えてひげも伸ばして、はい、なんかイメージに測ってますよね。これにかけるということでしょうね。菊さんの方からお話がありました、はい、この SWS という団体でノミネートされている5人の一応選手なんですが、北原辰巳、そして今日対戦している大谷健一、折原正雄、佐野、そして片山明という5人の選手がこのジュニアヘビーの争奪戦にノミネートされています。まあ、このノミネート戦は、勝ちを収めますと点数が2点、負けは0ということで、まあ、1人の試合数が4試合ということになりますかね、菊さん。はい、そうですね。その試合が終了した時点で、まあ、SWS を代表するジュニアヘビーの、まあ、最終戦、優勝戦にエントリーできる選手1名が決まるわけであります。その第1試合と言っていいでしょう。27歳の北原、同じ27歳の大谷健一、身長は北原が180センチ、大谷は185センチ、体重ではほとんど変わりがありません。北原辰巳が104キロ、そして大谷健一が、まあ、話を聞きますと103ぐらいかなというふうに彼は言ってましたけれどもね、はいはい。まあ、日増しに彼の体もですね、今ちょっと、寝技の体勢ですが分かりませんが、上半身あたりから、まあ、腹筋からですね、あの、まあ、あの練習生から入団してきた時に比べてもう一回りも二回りも大きくなってますよね。そうですね、やはりこれだけの身長がありますし、まだ若いんですし、まあ、このジュニアヘビー級トーナメントを機会にもうヘビー級転出してもいいんじゃないですか、うん、進出しても。あの菊さんのコメント通りにですね、大谷は今日の、まあ、いわゆる戦前のインタビューでは、まあ、これはもう俺としては今の段階で体格がとりあえずギリギリ
ジュニアヘビーの中にはまってるんで、はいはい、俺は一応今回名乗りを上げましたけれども、はいはいはい、今後はこの要するに例えば自分が最終で勝ち残ってそのベルトをもらったとしても、はいはい、自分はその後ヘビーに転向したいんだということを言ってましたね。そうですね。でもやはりヘビーに転出するんならいい成績を残して転出したいですよね、うん、これ全敗で転出しても誰ももう相手にしてくれないですからね。その現れがやはりヒゲを蓄えている大谷、そしてこのシールズからコスチュームも変えたという大谷に現れているでしょう。まあ、一方私ども JSB のこの放送席で絶えず果敢に攻める過激な男として注目している北原辰巳、彼はですねこの冠についてはやはり自分としては当然あるものは欲しいと、はいはいはい、まあ、それが一つの目標になるからということは彼は言ってますけれどもね、はいはい、もう5人が5人とももう非常にいい励みになってますこれは、うん、でまあこの大谷はもう北原も年は同じですよ、はい、でレスラーとしては大谷の方が61年4月に初マットで、はい、北原63年で2年遅いんですけど、そうですね、北原は軽々遠征したりしてずっとキャリア長く積んでますよね、はい、大谷にはちょっとブランクがありましたんで、まあ、全く同じと言っていいんじゃないですか。でしかもシングル初対決です、はい、非常になんかこうこういう企画があって初めて実現した対決と言えますね。まあこの SWS という団体もリターントゥ福井、破綻からちょうど1年経ってこの福井に戻ってきました。その1年目にこの今成長株の2人がこの福井体育館でぶつかり合うというのは非常に新鮮でありながら、また今後の SWS を占う一つの試合と言ってもいいでしょう。この放送席の真ん前に北原を投げ込んでいった大谷健一、今日は大谷本当に気合が入っています。北原を抱え上げてそのままデスタグに出ていった、ガツンという低い音、歯を食いしばってこらえている北原辰巳、喉元にストンピングか。大谷健一がもう一回どうやってこの場外戦をものにしていこうかというところ、2発の蹴りを見舞っていく、そして今度はまた正反対、正反対の近くに合わせていく、危ない危ない、最前列のお客様ちょっと危ない。いや今まで大谷ほとんど正統派のイメージだったんですけどね、そういう意味でもイメージ変にしてますね、今日は偉いなんか喧嘩ファイト仕掛けてますからね。いや、岸さんのそのコメントを私今聞いてふと彼のその談話を思い出したんですが、ひげを蓄えている大谷というのはまあそういう意味もあると本人も言ってましたね、はいはい、ある意味でそのまあ言葉で表現するならば悪のあるレスラーに俺はなりたいんですよという、はいはい、まあテリアですから神セリがないからですねつけましたけど、私も違いますもん。そういう意味ではこうやって今ちょっとあの苦しそうな表情をしている北原は逆にそのお株を今日は序盤戦奪われているという感じはしますね。そうですね。ただあの大谷がこれだけガンガン出てきてくれれば北原も思いっきりいけるし、あの帰っていい試合になるんじゃないですかね、うん、今大谷の上半身のアップの絵が映りましたが、あれだけパンプアップされてきている大谷健一の上半身、いやまさに毎日が練習、日々、精進という彼の一つのイデオロギーではあります。北原が今日はなんとなく序盤戦から回転して蹴りを見舞っていった。まあ北原にはこ あの一発逆転必中の蹴りがありますから、これは大谷は気にしなくてはいけませんね。そうですね。ただ大谷はあの1年3ヶ月のブランクがあってまたこれだけ戻ってきてるんですから、これからが本当に伸びる時期に入ってますね。まあ北原自身は基本的には自分のプロレスはこの冠が生まれたことによって変わりはしない、ただジュニアヘビーのベルトは一つの目標となるだけであるということをきちんしんこ見舞っていく。まあこの辺から北原もちょっとやっぱり流れを変えていこうというところであります。まあ北原もあのブーイングが起ころうとないしょと気にせずにガンガンいける男ですからね。まあ、これからのレスラーはどうなんでしょう。あまり今この放送席で独断と偏見でそのものを言うとですね、はい、波風タクトとは思うんですが、そのブーイングをエネルギーに変えることができる選手の一人ですよね、北原はね。そうですね。これはあのレスラーとしては財産ですよ。ブーイング気にして落ち込んでたらもうやはりレスラーとしては大成しないですよね。アメリカ行けばもう日本人はほとんどみんな悪党修行させられるんですからね、うん、そういう意味ではこの北原も大谷にない本当に魅力を持っている選手であります。この SWS の旗揚げ1年経ってようやく、まあ、夢のカードがある意味でフレッシュな夢のカードが実現した北原辰巳対大谷健一、意味軸もこれは SWS WWF ジュニアヘビー争奪戦の一戦になるわけであります。20分一本勝負、序盤攻め込まれては北原が逆に流れを変えて大谷を攻め込んでいます。しかしまた大谷がご覧のようにヒールホールド関節に移行していこうというところであります。ただこの今日の福井体育館暑いでしょ、はい、汗がかかれてもすごいですよね。そうですね。ちょっと関節技決まりにくいんじゃないですかね。ははなるほどね。
ちょっと股関節あたりなんでしょうか、ギリギリのところでしょうかね。おや、かなりもう反則スレスレの攻撃やってますよね今日は。危ないぞ、カウント危ない。カウント2で北原かろうじて返していく。いや、北原もこうやって大江が仕掛けてくるとはどうなんでしょうかね。まあ思っていたんでしょうか。今までのイメージから言ったら違いますからね。やはりちょっと、予想を狂って手こずってるというところじゃないですかね。まあ、逆にその北原の身長は察するところはあまりあるんですけれども、私の予想では北原もう少し大谷は序盤はおとなしいレスリングをしてくるんじゃないかなという予想はあったんじゃないかという気がするんですけどもね。大谷自身が僕はソロスターターですからというぐらい周りももうそう認めてましたからね、はい、だから北原が先手を取れるもんと自分でも思ってたんじゃないですかね。北原ご覧のように苦しそうな表情、首を横に振っている。そしてご覧のように明暗を分けている、明暗を分けているのはボストンクラブにとっている大谷健一。しかしダウンロープでかろうじてかろうじて北原辰巳がブレイク。いや、今日は北原が予想以上に苦戦しています。北原が思うように自分のレスリングに1回は流れを変えようかというところがあったんですが、また防戦であります。フロントからスープレックス、貫抜き状態のスープレックスを打っていく。抑え込みの体勢、リングの中央、危ないぞ。カウント2でかろうじて北原が返していく。今日は北原が返す力というかスタミナもちょっとなんか序盤戦まだちょっと弱いですよね。エンジンがかかり損なったという感じですね。もうなんとなく真っ赤になってる。この野郎というラリアット一発、歯を食いしばってキャンバスの中央で大谷の首切り。大谷に対してラリアット見舞っていった北原、もう一回右腕大きく前にして、左で脇頭、脇頭、危ない北原、北原脇頭に、危ないぞ北原。いや、普段ですね、はい、北原と、ね、右でラリアットを打ちますが、今なんとなく左手 で、ね、大谷が自分の体より左にいたということで、はいはい、左手を打っていったんでしょうね。まあ、最初の一発のラリアットでエンジンを強引に全開させようとしたところがやはりまだ焦りがあったということでしょうね。ちょっとタイミングおかしかったですよね。まあそれにしても一瞬を逃さなかった大谷健一の脇固め、ドロップキック最上段から打ち込んでいった。抑え込みの体勢、大谷カウント危ないぞ。カウント2で、いや本当にかろうじて返していった北原辰巳。さあこの後は一体どうなるのか。あ、バックドロップ、後頭部を打ち据えた北原辰巳、万事休すか。大谷がゆっくりと抑え込む体勢、カウントは危ない危ない。左の肩をかろうじて2で上げていった北原辰巳。いや、大谷は畳み込んではその技をかけていくのは今日はなかなか、はい、いいですね、はい、今までおとなしいイメージだったんですけど、こういう大谷見るのは僕らにとっても嬉しいですよね。非常な進歩です。精神的にも非常に進歩してます。北原辰巳はそれに加えてちょっと本当に明暗を分けている感じがあります。ロープの最上段に上がっている大谷に対して一発入れて、そしてデンジラストライブ、流れ式のブレンバスターか。さあ体重を取ってストライブ、ブレンバスター、衝撃度はどうでしょうか。大谷健一、二王立ちの北原辰巳がゆっくり首を取ってリングの中央で、さあどう仕掛けていく。ジャーマンか、ジャーマンか、肘で返していった、肘で返していった、おっと口を押さえてる北原、しかし押さえ込む体勢、カウントは危ない、カウント2で返していく。いや、今大谷が右の肘でですね、はいはい、もう生かせまい生かせまいとしましたね、はい、今の2位のキックは今入りましたね。今の流れ式ブレンバスター一発で流れが変わるかもしれないですね、はい、さあ DDT か。いや、ものすごい速い DDT、 これが出てくると北原の独壇場に流れが変わってくるんでしょうか。ちょっと苦しそうな大谷健一、なだら式のブレンバスターから、そしてニールキック、そして DDT とジャーマンスープレックスホールド、高角度で決まった。危ない、カウントはカウントスリー、北原辰巳高角度のジャーマンスープレックスホールド。今日の第4試合 SWS WWF ジュニアヘビー争奪戦、初対決の両者、序盤は大谷健一が押していました。しかし後半やはりデンジャラスなブレンバスター、そしてその後ニールキック、とどめのジャーマンスープレックスホールド、北原が大谷を下しているわけであります。でも今日の大谷の前線はもう非常に大きな収穫ですね。まあ負けたものの大谷の前線健闘、そして勝者北原辰巳は勝ち点2を持っておりました。今日の第4試合、北原辰巳対大谷健一の一戦、11分41秒ジャーマンスープレックスホールドで北原に外観が上がりました。
第2戦20分日本勝負森原正雄球場です。SWS リターントゥ福井、期限1年福井大会。今日の大会には SWS WWF ジュニアヘビー王座争奪戦が2試合組まれています。その第2試合、サラナオキ対織原正雄の一戦であります。ショッキングピンクのタイツ織原正雄、そしてシルバーグレーのファイティングパンツはサラナオキ。ヘッドロックに取った佐野が逆にロープに振られてショルダータックル。バネのある織原、そしてロープ越しにぐるっと反転して投げを打っていってドロップキック。それを受けた、それを受けた佐野。さあ、すぐに飛んでいくのか。ぐるっと反転して、その辺はやはり織原の一挙手一投足、動き、試合展開を見ている佐野直樹。エプロンサイドからご覧のように織原の動きを見計らってセカンドロープから入り込んでいく佐野直樹。さん、はい、この両者なんですが、はい、トリモンマッチで2回当たってるんですね。はい、去年ですけどね、去年2回とも織原が負けてますけど、まあ、去年ですから今年もう9ヶ月でしょ、はい、織原の成長ぶりっていうのはすごいものがありますからね。で、佐野もですね、はい、織原が飛べば俺も飛ぶと、はい、で北原が逆関節来れば俺も逆関節行くという、相手次第でどんでも動ける選手ですからね、これ、うん、今日は面白い飛び技の合戦になると思うんですよ。ただはい、ありますね。憎いほどに自分の体を変幻自在に使ってご覧のようにドロップキックを打ったかと思えば、相手の首でくるっと反転した。さあ、トップロープから、さて織原がもうすでに佐野に対してピンポイント攻撃。いや、織原張り切ってますね今日は。ものすごい勢いで飛び込んでいった織原正雄。ご覧のように佐野の喉元あたりでしょうかね。もう真上から落ちてきましたからね。いや、佐野がこれはちょっと面食らったという感じです。肩で息をしながらその佐野をリング内に放り込んでいった。もう一回、今度は赤コーナーからライディングボディプレス。これは逆に佐野健山が待っていました。そうは問屋が下ろさない佐野直樹。苦しそうな織原正雄。まあ、菊さんの方からお話がありました、トリウモンマッチで彼は1年前織原は佐野と当たっています。まあ、その時の感想は、佐野選手というのはローリングソバットが喉元に決まっている。喉元にローリングソバット、苦しそうな織原正雄。菊さん、はい、この織原はですね、佐野選手のことを懐の広い選手なんですよ。はい、まあ、僕のレスリングで戦ってくれましたけれども、はい、僕は本当に完敗ですよと言ってましたね。ただそれから9ヶ月ですからね、はい、ただ織原の技はほとんど佐野から教わった技が多いでしょ、うん、だから佐野には読まれているというところもあるんですよね。織原が止めるだけ佐野も止めますからね。まあ、このボストンクラブ逆エビ固めは織原にとってはある意味で1年前の悪夢であります。ただトリモンマッチというのは、まあ、道場でやった回収200人だけというチャリティー興行ですけど、はい、で公式会場で今日初めてですよね、うん、やはりこれだけ沸かせる試合ができるまでに織原が成長しているということですよね、うん、まあ、織原も再三私どものこの放送席でお伝えしていますように練習熱心な選手であります。そしてまた各先輩の動きを見て自分に取り入れる技、動き、タイミング、全てを盗まなと
そういう心情でこの1年を戦ってきているわけであります。折原正雄、キップのいいファイトというか、あの一つ一つの技が思い切り出してるでしょ、はい、非常にいいですね。若々しくていいですよ。まあ大谷との名勝負もありましたし、そしてまた全シリーズでは北原との戦いで、まあ、着実に力をつけてきた折原と言っていいでしょう。場内この福井体育館に詰めかけた超満員のお客さん、一斉に折原コール。折原去年の2月に始まってくるのばっかりですからね、キャリアまだ1年半でしょ、いいセンス持ってますよね。いや今日はしかし佐野がどういうスタイルでですね、まあ、これは戦う前から非常に折原には悪いんですけれども、はい、佐野がその折原をどの辺まである意味でその自分の胸を貸したレスリングをさせてですね、はいはい、そしてフィニッシュホールドを持っていくかというのはちょっと楽しみではあるんですけれども、いや今ロメロスペシャルやると思って、折原もそれをマークしたところをうまく逆に返されましたね、まあ、この辺何気ない動きの、まあ、いわゆる技がかけられなかったところをまたすぐに違う技に推移転向していくという、はい、佐野のこれが一つのやっぱりこれはうまさなんですよね。まあ、懐の深さですね、折原も一つの技をそれを外した、しかしそれをそのまま連携で佐野がご覧のように複合技に転向していっています。スリーパーと同締めというご覧のような複合技に転じている佐野直樹。場内からまた少しずつ少しずつ折原コールが生まれています。ダウンロープでかろうじてエスケープの折原正雄、まあ、しかし折原も序盤戦から飛ばしてはいるもののなかなか佐野の壁が厚いようになります。ロープに振ってそしてサイドからそのまま投げを打っていく抑え込みの体勢。危ない危ない危ない。今日あの見てますとどうなんですかね、の1年前のトリモンマッチは参考にはならないとしてもですね、はいはい、佐野は意外と折原に対してやっぱりその1年という歳月がありますからあまり泳がしてないような気がするんですけど、はい、おっとこれくるっと反転して佐野を投げ込んでいった。この辺が折原の成長なんでしょうか。またセカンドロープからトップロープに踊り上がったショッキングピンクのパンツを履いた折原正雄が、さあそのピンポイント攻撃ターゲットの佐野見つけた。くるっと反転して折原の独壇場か。綺麗なリングサイドに花が咲いた。ご覧になった岸さんどうでしょうか。いや見事ですね。あのラッキープラザできるの今のところ日本じゃ浅いと折原くらいのもんでしょ。そうですよね、ラッキープラータ、まあ、素晴らしい空中技飛び技非常に危険を伴うラッキープラータを見せました折原正雄。今度はトップローからそのままフライングでヘッドバットですね。ヘッドバットですね、はい、今ちょっと危ない危ない。さっきボディプレス狙って剣山食いましたんで今度はボディあのヘッドバットとやっぱり考えてやってますよね。いやこれは1年の成長が伺えます。ローキックが脇腹ラバー当たりなんでしょうか。3発ミドルキック、右のロー左のロー、そしてミドルキックがテンプル当たりなんでしょうか。ちょっと厳しそう。カウント5、折原が6、カウント7を聞いている。苦しそうです、苦しそう。蹴りを3発食らった折原、青コーナーに行ってくるっと反転した佐野、ローリングサバット。いやこれは折原にとっては正念場になるんでしょうか。トップロープからなだれ式のブレンバスターかトップロープ、折原が投げられてしまいます。トップロープからなだれ式の本当に放り投げるのカウンター。危ない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 。折原カウント2。いや折原もやっぱり意地がありますよね。よく返しましたね。ただ佐野もあの折原の成長ばかり僕ら言ってましたけど、はい、佐野も今度も成長ぶりすごいですからね。藤原に選手さんにしてあらゆる格好の場で戦ってるんでしょう。これ2人とも成長してますよね。ツームストンのパイルドライバーから大の字になってる大谷めがくて両足を落としていった。溝打ち当たりなんでしょうか。溝打ちに全体重を乗せていった佐野直樹、ちょうど100キロの体重が抑え込み。カウント2、カウント2、おかしいなというちらっという表情を見せた佐野直樹。ぐーっとやっていった。よっぽど腹筋鍛えてない人だったら死んでますよ。そうですよね。佐野直樹の100キロ近い体重が思い切りかかった。テイクヒコのジャマスブレックソンのカウント、カウント2で返していった。もうこれは動物的なカウントしか言う戦う本能が返していった折原正雄。
もうフラフラです。いやそのままもう一回ジャーマン、カウンター危ない、カウントスリー、半分45秒の勝者佐野直樹。いやご覧いただきましたように今日の第5試合、佐野直樹対折原正夫、8分45秒。まあタイガースープレックスコートに佐野直樹が切って取った一戦ではありましたが、もう早くも花道を引き上げている佐野直樹。いや菊さん、はい、この SWWF のジュニアヘビー王座争奪戦、今日の第2試合、はい、両者両腕を上げた佐野、そして負けた今ベルトは自分のまあ、どでっぱらに巻くというようなリアクションを示しました佐野ですが、はいはい、まあ、佐野も新日本試合に IWGP ジュニアヘビー級王座に5ヶ月君臨してますからね、はい、重心サンダーライガーから奪って、はい、やはりこのトーナメントの本命です、リンチェンの本命ですよね、はい、その本命に今日折原が非常によく戦いました。折原も絶賛されていいんじゃないですか。ここで第1試合から第3試合まで行われましたタッグマッチの模様をダイジェスト版でご覧いただきます。第1試合、片山山中組対川端平井組の15分一本勝負。そのまま後方に投げを打った剣道長崎がノン・田中をカウントする。スマッシュの WWF を代表するタッグコンビの入場であります。前回の来日では SWS の主力レスラーと激突、高い評価を得ました。タッグのコンビネーションもさることながら、クラッシュ2メートル、スマッシュ195センチと巨体を生かしたレスリングは脅威の的であります。ゆっくりと花道をスマッシュと、そしてクラッシュがエプロンサイドからリング上にその全貌を明らかにする真っ赤なカクテル光線を背中越しに受けて、スマッシュとクラッシュが異様なまでに静まり返ったこの福井体育館、コスチュームを一つ一つ剥ぎ取っていく。
両コーナーからスマッシュとそしてクラッシュ。トーナメントギアではウォリアーズに敗れたものの初戦の歌舞伎サンタナ組には快勝。兄弟家のタッグプレーはさらに完璧なものへとなりつつあります。強豪デモリッションとは今夜の福井、さらに長野でも同一カード。高野ブラザーズにとっては何としてもデモリッションに連覇して2連勝してタッグチームとしての実績を残したいところであります。セミファイナルタッグマッチ45分日本勝負。赤コーナー611番のスマッシュエネルガチザ・デモリッションズ。ザ・デモリッションのコール。青コーナー277番の高野俊二。高野俊二、ジョージ高野のコールであります。ジョージ高野。今日のセミファイナルは高野俊二、ジョージ高野組対ザ・デモリッション。このタッグマッチがマッチメイクされています。今一発張り手を見舞っていった。ご覧のように張り手を見舞った方がスマッシュ。ゴングを聞いて リングに上がっているのはご覧のようにザ・デモリッションのスマッシュの方、そして高野兄弟は兄ジョージ高野、リングの中央で重量級の2人が組み合って力で投げていったスマッシュ。さん、はい、ザ・デモリッションズ、この両者が入場の時には一瞬静寂が走ったこの福井体育館なんですが、はい、このタッグマッチの見どころちょっと触れてください。まあ、あのデモリッション東京ドーム3月31日の時はあの高野俊二、中野組に勝ってるんですけど、はい、あまりに人数が多すぎたんでちょっとあまり目立たなかったチームなんですよね、はい、ところがあの前回の4月のシリーズに来た時はやっぱりシリーズの主役だということでえらい張り切ってましたし、うん、いい試合 しましたよね。そうですよね。特にあの4月の24日新潟大会で、はい、高野兄弟組に勝ってるんですよ、はい、だから今日高野兄弟組はその雪辱戦ですよね、うん。ただ、まあ、高野兄弟組というのは、まあ、あのコンビを組んで12勝6敗で勝率は6割7分といいんですけど、強いチームに順当に負けてしまうところがあるんですよ、はい、それさえなければいいチームなんですけどね。なるほどね。大物組のところが欲しいんですよね、うん。まあ期限1年 SWS リターントゥー福井、 SWS が旗揚げし、そしてまたこのゴールデンタッグコンビと言われた高野俊二とジョージ高野組、菊さんの解説の中にもちらっとその、まあ、今後における両タッグのですね、まあ、両選手のいわゆる課題がですね今匂ったんですけれども、やはりその勝ち星もさることながら彼たちの場合はそのいわゆるプロセスというんですが、はい、いい試合を負けてもいい試合というものをやっぱり重ねていかなくてはいけない、はい、辛さもありますよね。それとやはりあのリージョンオブドゥームなんかに簡単に負けてしまったでしょ、はい、負けるのは仕方がないにしても、もっといい試合で意外性のある試合をしてほしいんですよね、はい、この、 あの高野兄弟組の試合運びはあまりにまともすぎるんです、はい、だからもう一つ人気が盛り上がらないんですけどね、うん、これはあの意外性のある試合運びやるようになったらもっともっと人気出ると思うんですよ。なるほど。お話の間にバックブリーカーを打っているのはクラッシュの方。クラッシュが珍しくローリングスナップを出してますね、はいはい、ナックルでパンチを打っていく。まあ、ご覧のように今リング上でボディークラッシュ、デモリッションが先に外星出してくれましたね。そうですね。今リング上で戦っているザ・デモリッションズの、まあ、
身長がクラッシュの方が2メートルですから、スマッシュの方は195センチ、そこに5センチしか差がないんですが、体重はクラッシュの方が140キロ、スマッシュの方が135キロ。あっと超ド級の逆に今度は高野俊二の投げ技であります。まあどっちにしましてもスマッシュ&クラッシュのデモリッションズってのはでかい、熱い、重量級という感じですね。はい、まあ、高野の俊二の方は肉体的には決して劣ってはいないんですけどね、やはり身長2メートルありますし、はい、125キロくらいあるんです。今こういう発表では122キロになってますけど、はい、125キロですけどもっとあるんじゃないですかね。うん、まあ、現在スリーパーに取っている高野俊二なんですが、まあ、この高野俊二も菊さんの解説でありましたように、決してこのスマッシュ&クラッシュに体格的には劣っているわけではありません。一つの活路、一つの自分のレスリングをこの期限1年2年目のスタートに新たなスタートとして切ってほしいというプロレスさんの願いを込めて、今日は超満員のお客様が福井体育館に詰めかけています。パンチを一発に3発、逆水平を今度は返していくクラッシュ、そのクラッシュのバックを取って、ちょっとスリーパーから、いやこの肉弾同士がですね、はい、締め技にリング上で移行しているという絵もなかなかこれは迫力の絵ではあるんですけれどもね、岸さん、はい、いやでも僕はもっと激しくガン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 ぶつかり合ってほしいですね。あ、まあ、それが逆に言いますと、こういったその2メートルクラスの各選手、大型選手のですね、はい、レスリングの醍醐味でもあるんですけれどもね。そうだと思うんですよね。やっぱり汗が飛び散るほど激しくガンガンとぶつかってほしいんですよね。ここで後方からフォローに入っているスマッシュ。リング上はザ・デモリッションのクラッシュと、そして高野俊二、至近距離からラリアットを打っていく。ブライアン・アダムスからの変身、超ヘビー級27歳のクラッシュがボディースラムにとって一発反応をつけてエルボーを落としていくか。これは空爆であります。これは外された。今度はジョージ・タカノがドロップキックを打っていく。ちょっと浅いか、もう一回ドロップキック。後方からフォローに入っていく、微妙な絶妙なコンビネーションというんでしょうか。スマッシュががっちりとクラッシュの戦いのサポートをしている感じであります。ここでクラッシュからスマッシュにスイッチ、スープラトンで背中越しにパンチを落としていくスマッシュ&クラッシュ、スマッシュにスイッチであります。まあ、プロレスファンですと菊さん、はい、ご存知のようにこのスマッシュという選手は AWA、そしてまた NWA ではそれぞれにですね、まあ、訓練した時のいわゆるリングネームがあるわけですよね、はいはいはい、クラッシャーダースフォー、そしてまたクラッシャークルシェフですね、まあ、それぞれタッグのトップに訓練した時のリングネームであるんですが、87年に WWF 入り、アックス、クラッシュとパートナーを変えながらザ・デモリッションとして WWF タッグ戦線の核となったタッグのスペシャリストなんですけれどもね、はい、もう世界タッグ王座に2回ついてますしね、はい、やはり看板チームでしょう。で、体が大きいコスチュームが特殊だ、メイクアップしてるというだけじゃなくて、ええ、ファイトに凄みがありますよね。新人に欲しいのはその凄みなんですよ。これはやっぱりスマッシュ&クラッシュに対して今日の満員のお客様がある程度、例えばまあクラッシュが戦っている時にスマッシュのフォロー、スマッシュが戦っている時にクラッシュのフォローがですね、はいはい、入るとブーイングが入りますね、はい、このブーイング、逆にそのスマッシュ&クラッシュは先ほどもちょっと触れましたが、はい、一流選手になるとなればなるほどそれをやっぱりエネルギー源にしてですね、はい、何者という感じなんですよね、はい、タッチするほんのささやかなことですけど、タッチする瞬間でも力いっぱいバンってやってるでしょ、ええ、ああいうところが高野兄弟にも欲しいんですよね。まあ確かにある意味ではお客様あってのプロレスではあるんですが、彼たちにはブーイングは完璧な栄養源、エネルギー源になってしまうというザ・デモリッション。会場からはジョージコールが湧き上がっている。同時目で苦しい状況に追いやられている、まあ、ヒゲを蓄えている
このシリーズからひげを蓄え始めたジョージ高野。 SWS リターントゥ福井、期限1年、福井大会ちょうど1年経って SWS がこの福井に帰ってきました。まあ、菊さん、はい、この高野兄弟にしてみますとどうなんでしょう、コスチュームこそ変わってはいませんが、はい、ジョージ高野に関して言えば、はい、ヒゲを蓄えている、はいはい、これはやっぱある意味で元を担ぐというよりは、はい、ある意味でのその2年目のやっぱりこれはもう、そうだと思います、はい、一つのステップけじめですよね、はいはいはい、ただファイトにもそれを見せてほしいですね。いやまさに一つのけじめをそれぞれの各選手が今日は全ての試合全ての選手にそれは感じられました。ジョージ高野に関してはやはりその風貌で一つのけじめ、そしてまた2年目に対してのステップを感じずにはいられません。大技のバックブリーカーを奪ってしまっている。ワンハンドバックブリーカーカウント2で返していく。後方から高野俊二がフォローに入る。意外と今日はどうなんでしょうね、高野俊二とジョージ高野組、その兄弟がゆえにそのタッグパートナーとしてのその妙というんですかね、はいはい、いわゆる連携プレーがいい時と、はい、そしてまたちょっとこの相手によってはかなりそのギクシャクする時がありますよね。今日はまだいい方だと思います。ジョージがあの空中殺法さっきちらっと見せたでしょ、はい、ジョージはああいう戦法がいいんですよね、こういうあの巨漢コンビに対しては。でその後俊二がパワーでカバーする。起死回生、満を持しての今ローリングキック。瞬時乗ってきましたね、はい、これにタッチとって言ってますね。 あれだけの気合が乗ってくればいいんです、うん、この映像で十分に伝わってくる。この高野瞬時の捉えてる足を軸足にして蹴りを見舞っていったジョージ高野。さあ流行る気持ちをドロップキックに変えた。しかしちょっと浅いか、ちょっと浅いか。高野瞬時どう連携していく。ここで進化が取られる。高野瞬時ニュートラルコーナー、ラガット。いやここでやはり菊池さんどうなんですかね、はい、連携をバッと畳み込んでいってもらいたいという気持ちがありますよ ね、 そうですね、はい、今のラリアットにしてもちょっと浅いですからね。2プラトンで振っていって、お互いに2プラトンでダブルキック、ドロップキックを打っていった。もう一回まずスマッシュに、そしてクラッシュに打ち込んでいった。リング上はそのスマッシュ、ボディースラムに取った高野俊二、ゆっくりとゆっくりとセカンドロープからトップロープに、もうすぐ目の前にいる。あーエルボー、膝を落としていった。ニードロップを落としていった。フォローに入ったクラッシュにブーイング。逆にジョージ高野が逆フォローに入っている。もちろんリング上で戦う権利があるのはご覧のようにスマッシュと高野瞬時であります。しかし4人が乱れ打ち、4人がリング上でお互いご覧のように乱れて戦っている。しかしどうなんでしょうか、ここは、まあ、あのレフリーの皆さんはこっちあの高野ジョージの方は戦う権利ないから早く引っ込めて言ってますけどね。いやリフトアップする。フラッシュがジョージ高野をリフトアップしてトップロープに落としていった。2対1の変則マッチという感じになっている。もうリング上はザ・デモリッション、スマッシュ&クラッシュの独壇場か。そのまま2プラトンで抱え込んでいった。いやーそのまま後方に投げを打っていった。バックドロップか2プラトン、これでもホールの体勢にいかない。スマッシュが、そしてコーナーポストで待ち受けてるクラッシュか。もう1回ワンハンドでバックブリーカー、そのままデモリッションの決め技なんですよね。これは2プラトンのカウント3、ワンハンドのバックブリーカーの状況の中でコーナーポストからエルボーをギロチン気味に落としていきました。いやまさに菊池さんの方からですねフィニッシュホールドが、まあ、今ほんと一瞬の感激を塗って飛び出したわけであります。今日のセミファイナル高野俊二ジョージ高野組対ザ・デモリッションズ11分46秒、片指固めでザ・デモリッションズにその外貨が上がったわけであります。大きな雄たけびを上げたスマッシュ、先に引き下がるクラッシュ、それにしても虚しい黒星を喫してしまったジョージ高野、高野俊二組であります。
天竜源一郎1年ぶりに福井に戻ってきました。はい、やっぱり1年前も来ましたけど、やっぱり今回も絶対勝ってくれると思います。もちろん期待しているのは竜源ホールです、ね、やっぱ昔のなんか前日の時の迫力がまたこう戻ってきそうですね。なんか、はい、レボリューションの T シャツを着ている彼に、あ、もう1年間ご苦労様でしたっていうのと、これからの SW レースやっぱ期待してるから頑張ってください。天竜さんといえば福井です。はい、今日も勝つかな。勝ちますよ。さあ、リターン2福井1周年竜源王ファイト。おのは俺たちだ。ウォリアーズではない。ヤツハクは天竜花の軍門に下ったとはまるで思っていません。それどころかさらにパワーアップ。ヤツハクにとって天竜は常にターゲットとなります。本シリーズも台風の目になることは間違いありません。今ヤツが、そして真ん中にグレッグ・バレンタイン、そしてナチュラルパワーズキングハーク、3人で入場であります。右手を高々と上げた真っ赤な確定光線を背中越しに、ヤツ、そしてグレッグ・バレンタイン、キングハーク、3人がリング上であります。グレッグ・バレンタインがコール。もうすでにこれだけの汗をかいているキングハーク。厳しい表情、八津義明。高々と右手を上げた口前一文字、石川隆。キリッとした表情がいい石川、そして足の原。天竜コールが生まれている。天竜源一郎コール。
SWS リターントゥ福井、紀元1年福井大会、そのメインイベント、グレッグバレンタイン、キングハク、八津吉明組対石川隆、橋ヶ原、天竜源一郎組の一戦であります。今6人がお互いに目線で送り合い、目線で威嚇した。さあご覧のように、まず先陣を切ったのはゆっくりと左回り、さあアシュラのクオールを挑発した、右手を上げてゆっくりと回した、アシュラ原がご覧のように先陣を切った。ものすごい行走、ものすごい行走、そしてご覧のようにキングハクにショルダータックル、パンチを見舞っていく、ヘッドバット、ヘッドバット攻撃はとどまるところを知りません。両腕で逆水平を打っていく、ヘッドバット、苦しそうにこらえ込んでいるのはキングハク、自分の青コーナーに連れ込んでいく、そしてここでキックを一発見張って、スイッチは石川隆、ドロップキック、石川も黙っていない、ドロップキック、キングハクにドロップキックを見張っていく、首をご覧のように締め上げている石川隆。そして今日は先陣を切ったキングハク、菊さん、はい、今日のメインイベントなんですが、はい、まあここの体育館に詰めかけたお客様、満員のお客様が、はい、まあ天竜コールに変わりました、はいはい、待ちに待った1年ぶりの天竜、帰ってきた福井大会、はい、見どころどうでしょう。まあ、このトリオですね、はい、原が復活、最初に流言法復活させた8月2日の朝日大会、土橋トリオなんですよ、はい、でその時相手はキングハク、八津吉明の右に中野が加わってますよね、はい、それで流言法を勝ったんですけど、はい、今日加わったのはグレートバレンタインですから、これが注文ですからね、うん、ただ天竜は去年旗揚げ戦でここで八津吉明に隣にこう組に勝ってるんですね、はい、ただ今回はこれだけグレードアップ、試合の内容もグレードアップしてきて、やはり幹部のものがあるんじゃないですかね。ものすごい汗しぶきがリング上にほとばしる天竜の逆水平、ニュートラルコーナーに振っていってる、あっと逆にこれは相打ちというよりはキングハクの腕の方がいち早く天竜の喉元を捉えたようであります。まあ今日は試合前に私と菊池さんが天竜のドレッシングルームに行きましたね、はい、この1年を振り返って天竜にコメントをまあ聞いたんですけれども、はい、やはりその菊池さんがお話になったように1年前のマッチメイクと今年とではまた違うし、はい、まあ、自分としては天竜としてもそうなんだが、はい、SWS という団体としてもやはり1年目戻ってきたこの試合は大事なんだというふうに言ってましたよね、はい、そうですね、やはり新しい団体は2度目が勝負だと言ってましたけどね、本当に1度目はまあご主義で来てくれる人も多いんですけど、はい、それで面白くなかったら2度目は来てくれないですからね、今日超満員になったということはやはりこれ旗揚げ戦が良かったということです。そうですね、でこの次超満員にしなきゃならんのは今日の試合内容ですからね、そういう意味ではこの石川もその一つの重責を担っていると言ってもいいでしょう。またない、先ほどからちょっと石川はパワースラムをキングハクに食らっている、そして今のエルボーとちょっと苦しそうな表情を見せている石川隆。ここでスイッチは八津吉明、八津が石川のニュートラルコーナーでラリアット、サンドイッチ状態でラリアットを打っていく、オリアということでそのままブロッキングヘッドロック、早いタイミングでブロッキングヘッドロック、危ない危ない危ない、石川隆が今日はピンポイントなのか、石川隆今日は厳しい、グレッグバレンタイン、キングハーク、そして八津吉明の3人のターニングポイントになっているのか、石川隆、苦しそうな表情、まあ、当然石川が狙われるでしょう、これは。まあ、こうやって序盤戦まだ5分も経たないうちにですね、石川がこれだけ厳しくですね、2回も3回もカウント2を聞いて返している、まさにこれは3人にとってのターゲットは石川と思って間違いないんでしょうかね。だと思います。ただ原がですね、まだちょっと出ただけですけど、はい、前回のようにまだ体調が完全でないとスイッチされて狙われますよ、ただ今のところ調子いいみたいですけどね、もうやはりカムバックして2ヶ月ですか、2ヶ月弱ですか、はい、この間は2週間以内でやりましたからね、うん、やはり息が上がるところありましたけど、まあ3年ブランクというのはやはり2ヶ月や3ヶ月で完了するのは難しいでしょうけど、原はそれをなんとかしなきゃしてやらなきゃいかんですからね。
いやここで石川から原にスイッチ、原がラリアット。いやしかし仁王立ち、キングハグは体で受け止めて、まあ、逆にファーストラバーナイソン後頭部を打っている、後頭部を足の原が打った、危ない。エプロンサイドから、エプロンサイドから何かを見つけ出そうとしている。さあここでいち早く天竜がニュートラルコーナー、ご覧のような映像になっている。キングハグがまたビール瓶を見つけた、ビール瓶を手にした。天竜がエプロンサイドからハグに飛びついていった、ハグに飛びついていったこのエプロンサイド。いやしかしご覧のようにやつが椅子を持っている。後方からやつとキングハグ、そして天竜という変則2対1という構図。いやでも今の天竜の判断と思い切った突っ込みは良かったですね。あれでハグのビンビン持ったまんまだったらどうだったか分かんないですかね。これはまさにクリーンな戦いではありません。歴史を紐解くこと、やはりあの後楽園のビール瓶大立ち券をまだまだくすぶって、まだまだこの期限1年エスタブレスリターントゥ福井でその燃え盛る炎がまた新たに点火してしまうんでしょうか。今あの天竜が黒だらけになるところ、原がもう自分の体でかばってましたね、はい、あそこがいいところなんですよ原の。いやしかし菊さん、はい、今日はあのグレッグバレンタイン、そして一方流言法の方では石川が帯同サポートしているわけなんですが、はい、どうも今の戦い動きからしてですね、はい、どうなんでしょうかね。いわゆる今のところちょっとやはりあの白八つ組の方が優勢ですよね。これまともにその白にしても八つにしてもどうなんでしょうかね、はい、これ勝ちをその取りに行くというよりはかなり流言法に対してのダメージだけというものをなんか非常にこのピンポイント絞っているという気がするんですけどもね。まあ、八つもですね、肌荒れはちょっと不調だったんですけど、ハクと組んでからえらい調子が上がってますからね。グレッグ・バレンタインに対してストンピングのフォローを敢行していく天竜源一郎、四つん這いになっている阿修羅原。原は菊池さん、先ほどあのキングハクがかなりですね高角度にあのパワースラムを打ち込んでいったときにですね後頭部をかなり抑えてたんですが、そのダメージが若干気になりますよね。まあ、あの横浜大会でも第1試合でもちょっと脳震とこしてましたって言ってましたからね、はい、いもう一発そこの後頭部あたりにパイルドライバー。もう天竜が顔面に対してショートスパンの蹴りを見せている。あの蹴りが出るとまさに1年前天竜のいわゆるプレー旗揚げ戦というそういう様相もイマジネーションとして脳裏をかすめます。キチンシンク八吉明四つん這いになってそれを歯を食いしばってこらえている阿修羅原。復活デビューから2ヶ月も経っていない俺に大きなことは言えないが、全シリーズとは同じプロレスは見せない、必ず少しは進歩したプロレスを今日はお客様の前に披露すると確約してくれた阿修羅原。菊さん、はい、この阿修羅原なんですけれどもね、はい、本人はその筋肉の戻り、はい、まあ、それからですね本人としてはその筋肉の戻りは俺は早いんだと、しかし心臓といわゆる足なんだよというふうに言ってましたね、はい、要するにスタミナですね、はい、だからあの試合の勘はあの元々野生的な勘を持った男ですから、はい、最初の試合でパッと戻ったって言ってましたからね、はい、あとはもうあのスタミナさえ戻れば心臓と足というのは結局スタミナですからね、はい、でここ1ヶ月ずっと走り込んでましたとさっきあの控室で言ってましたから、それを期待したいですね。原のこの表情、私は今このモニターとそして肉眼で原の表情を照らし合わせて皆さんにお伝えしていますが、原の表情ですね、はい、菊さんご覧になってどうですかね、まあ、苦しそうな表情はしてますが、はい、あの迫力のあるいい表情ですよ。まだまだスタミナ的には十分ですよね。まだ息上がってません。まあスタミナ的には問題ない阿修羅原なんですが、先ほどのキングハックから受けたですねいわゆるパイルドライバー、そしてその前のパワースラム、これがですね後方にかなり炸裂しているという部分ではちょっと気になるところはあります、はいはい、あれが原の得意の攻撃ですね、はい、原がアッパーカット気味にですねキングハックの顔面を捉えている。ここで石川が逆にリバースで投げ込まれていく。いやショルダータックル、キングハグものすごいパワー、抑え込み体勢っていうのは本当すごいですからね。いやー出会い頭石川が満身の力を込めてラリアット
そして連携プレーはご覧のように、天竜が八つに対しての1年ぶりの洗礼でしょうか。顔面を空を食った、そのままジャーナスープレッツホールド。しかしこれは完全ではない、完全ではない。しかし後頭部を抑えている天竜、天竜がうつ伏せ、危ない、抑え込みの体勢。カウントは八つも八つも今度も天竜に勝ち越してて自信持ってますからね。その自信が怖いですよ。天竜はあの SWS では40戦して30勝10敗、はい、7割5分の勝率持ってるんですけど、白八に関しては3勝6敗で3割3分しか勝てないんですよね。なるほど。やはりこれあの6割6分勝てば八つ白組は自信持ちますよ。としてもその自信をどうして覆すかですよね。これやはり一戦一戦原と2人で築いていかなくちゃならんですからね。負けが非常にある意味では混んでいる芦ノ原天竜源一郎という感じなんですが、まあ、それだけ言葉を言い返してみますとナチュラルパワースティング白八吉明君が乗りに乗っているという満員のお客様、この福井体育館満員のお客様が4570人の超満員のお客様が一斉に天竜コール、その天竜コールが今天竜の耳に聞こえているかどうか。天竜が原田のリーグを復活させてからまだ負けてませんけど、はい、八つ白組にとってはそれがやはり頭にくるわけでしょう。ですからもうとにかく腹を削ってしまうという戦略を取ってきますからね。まあ流言法というお話がありました。原の試合経過 8.4、 8月4日長岡で2年10ヶ月ぶりに復帰、長岡市厚生会館でした。そして翌8月5日流言法が復活、高崎市中央体育館、これは私ども JSC でも皆様にお伝えしました。そして4日後8月9日純粋の流言法タッグトーナメントビアで準優勝、横浜アリーナでした。まあ復帰以来8月9日の3戦を加えて全5戦を消化している芦ノ原。まあ、流言法で負けたのはリージョンオブドブに負けた優勝戦だけだったんですけどね、はい、ラリアットを見舞っていった芦ノ原、グレッグバーネッタイ、ご覧のようにうつ伏せになって倒れている、抑え込みの体勢芦ノ原。カウントはカウント2で返していったバレンタイン、グレッグバレンタイン、まあ、いわゆる金髪の爆撃と言われているだけあって一発その導火線に火がつくと恐ろしい選手であります。バレンタインからご覧のようにキングハーク、まあ、オールドファンにあの大事なジョニー・バレンタイン、あの迫力がいまだに目に残ってるんでしょうけどね。それこそエリを落としたことがそっくりですね。あの2世レスラーが活躍している全くないですが、バレンタインほどその父親に似てるレスラーはいないという顔が似てますよね。エリを落としたところも似てますけど、やっぱり親父がもう何倍も上でしたけどね。ここで喧嘩ファイトが青コーナーで展開されている、この両者天竜とそして八つ、そこに加わっている石川隆、場外に八つを振り払っていった。ここで天竜が今までのお返しと言わんばかり鉄柵、全身の力を振り子状態にして鉄柵に打ち据えていった。苦しそうな八つ吉明、背中越しにフォローに入る、背中越しにキングハクがすぐに帯同サポートしています。いや本当キングハクとこの八津吉明っていうのは、はい、タッグパートナーとしてはもうこれ以上のパートナーはいないという、まあ、もう本当に息が2といえばカーですね。まして2人ともパワーがあってテクニックがあるでしょ。で2人とも飛べますしね、言うとこないチームですよ。お話の最中ロープ、セカンドロープ2段目からの DDT を見舞っていった石川。さあここで天下の方向パワー、八つの組がちょっと上手かったですね今。いや一瞬私はカウント3を聞いたのかと。三連状態のフロントから天竜、そして後方から芦ノ原、ご覧のように流言法炸裂している福井体育館ボディスラム、リングのほぼ中央抑え込みの体勢、後方からバレンテインがエルボーとしてフォロー、場内からブーイング、畳み込んでいくのか芦ノ原、いやートップロープからフライングボディープレス、キングハックがフライングボディープレス、よしよし、レフリーは後方の両者を天竜とそして石川を抑えるので精一杯、その間にキングハックがご覧のように芦ノ原をスイングの状態でツープラ飛んでダブルでパワーボムか、合体パワーボムですね。これは恐ろしい、得意技にしてますからねこのコンビは。
アシュラハラが危ない、アシュラハラが危ない。グレッグバレンタインがフィニッシュホールドを奪うのか。ぐるっと肘を回してエルボー落としていく。もう一回エルボー落としていく。村元から喉元あたり苦しそう、喉を押さえて苦しそうなアシュラハラ。もう一回バレンタインが3発目、息の根をこのエルボーで止めることができますかどうか。口を半開きのアシュラハラ、ロープの反動を取ろうとしたところ、後方からサンドイッチ状態で円錐を蹴っていく。後頭部を蹴っていった天竜源一郎。ここで原のアシュラハラの進化が問われる。もう一発、ここで原には燃え下がってもらいたいもの。水平チョップを二の足で受け込んでいって、そのままアトミックドロップ。これも苦しそう。後方に投げるのを一点、力を前方に注いでアトミックドロップ、両足を取ってバレンタインがステップオーバー。ボストンクラブの体勢、しかしこれはロープのハンドを使ってラリアットでフォロー。天竜そこを組んだドロップキックで安がドロップキック、ここから後方から石川がフォロー、そしてやっとリング上ではフォローに入った石川が逆に味方のアシュラハラにドロップキック炸裂。いやここで危ないぞ、リング上ではグレッグバレンタインと、そしてアシュラハラ、アシュラハララリアット、満を持して捨て身のラリアット、カウントはカウント3。一瞬の感激を塗ってアシュラハラが捨て身のラリアットをグレッグバレンタインに打ち込んでいく。そして抑え込みはカウント3。収まりがつかないのはヤツ、そして一番高速右手を挙げた足の原、はい、原についてのコメントをいただきましょう。原は昨日より今日、昨日より明日と言ってましたけど、その約束をちゃんと守ってくれましたね。いやまさに原はですね、着実にグローイングアップしていると言っていいでしょう。原道を引き上げる龍源校天竜、そしてちょっと遅れて足の原、まあ、まさに着実にアシュラハラは成長しています、はい、これは間違いなくこの放送席から皆様にお伝えできると思います。潮流怒涛の新たなスタートを切った福井市体育館からそろそろお別れしたいと思います。岸さん、今日は長い間どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。SWS プロレス中継、次回放送のお知らせです。 JSB では潮流怒涛富山市体育館の模様を10月6日日曜日午後12時からお送りします。復活流言法、そして SWS、WWF が新設したジュニアヘビー級争奪戦など新たなる戦いのドラマでヒートアップする SWS マット、ご期待ください。全日本ロードレース選手権シリーズ。